ようございます。髪がなんかすんごいことになってますけど、朝ごはん食べますか、食べますか、言って朝ごはん食べます。いきます。はい、練習向かっていきたいと思います。しっかり頑張りたいと思います。行ってきます。行ってよ。どうやって来たらいいの。スイカ美味しい。はい、また来たよ。もうええと思う。5個ぐらい食ってますこの人。美味しいですか。最高。最高。熊本のスイカ最高。スイカいただきました。ありがとうございます。背番号8番海口健太です。選手権営業です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。固い。はい、すごいね。スイカです。終わりな。キュンです。ちょ、え、終わりだよ。それでよう撮ってて言ったな、これカメラ終わり出てこない。はいはいはい、スイカ以外待ってます。お願いします。ジン、どう？美味しい？うまい。うまい？人工芝の山本のスイカだってマジうまい。でも絶対食べ物の時いつもいるよね。どうどうどう？美味しい。美味しい。美味しい。美味しいですか、ミラ？めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。よかったっす。タムショーお願いします。一言。めちゃうまい。毎回。でも広大にって送って来たって聞いてるから、ちょっといじけてる感じですか。俺にもっていう。俺にも。熊本サポーターの方、田村翔太に待ってます。贈り物、田村元気です。よろしくお願いします。超うまいですこれ。ありがとうございます。熊本サポーター、ありがとうございます。熊本で点取ったことありますか、伊藤の時。はい、ちなみに熊本戦結構点取った。えループとか決めちゃってるマジで。マジっすか。これ、これスイカ苦手なんですけど、はい、食べてみたいね。はい、お願いします。クリティーとうまい。弱い。甘い。甘い。では見て。なになになに。縁があるんです最近。種かと思った本当に。チマメです。チマメでした。うえい。うえい。はい、練習終わりました。帰ります。すぐ帰って栄養を取ります。はい、今日も京都でやっていきましょうか、米作りの方を。今日はですね、白柿といって、まあいつも皆さん僕の YouTube でおなじみかもしれませんが、苗を、田んぼに植えていく状態にするというか、まあ、トラクターで、田んぼを整えていくという作業ですねをしていきたいと思います。まずはこんな感じであぜ際を踏んでいく作業ですね。まあ、こうすることで、まあ、タイヤで土が踏まれて、まあ、こういうあぜからの、漏水を防ぐことができます。これで一周こんな感じであぜ際を踏んでいきます。まずこれを広げる。
を調節しますね。高さを調節してありました。見てください、これどうでしょうか。さあ皆さん何点ぐらいの出来ですか。悪くないって感じですか。ありがとうございます。ということで帰ります。いただきます。お腹減った。いただきます。何か言うねん。ナスビうまいぜ。I'm making presentation before large audience. I'm nervous. Tomorrow, で I'm nervous. During meeting, came up with.Interesting idea. はい、ということで、今週も動画を見ていただきありがとうございました。本当に、一日一日大切に、毎日成長できるように、頑張っていきたいと思ってます。サッカーの方でしっかり、結果を残せるように、そして、日々の米作りの方で、いろんなことを、学びながら一日一日、100% フルパワーで過ごしていきたいなと思ってます。動画が少しでもいいなと思ってくれた人は、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントの方お待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。